さあ今日もね、双葉書道会のマス目押しを使ってまずはペン字で解説していきます。火と目の書き方がポイントになるんですよね。火の書き方覚えておきましょう。内側に入れることによってくびれを作るんですよね。1画目と2画目の縦線がだいぶ内側に入っていることを、覚えておきましょう。で、意外と重要なのがこの真ん中の横線の位置なんですよ。結構ね、上目に詰めるんだよね。これよりもこれが広いイメージ、上目に詰めて、そしてここは均等に書くことで下をね、少しね、飛び出させるんですよね。これが、よくやってしまうのがこういう風に真四角に書いて下を突き出さないで書くとなんか記号感が出ちゃうんですよね。なのでこの縦線に対して、この縦線同じ長さなんですけど上目に横線上げます。でこれも上目に横線上げます。下を少し出すことでかっこよく見せるんですよね。さあ目はですね、縦線がまっすぐになります。内側に入りません。さあ、これがね、痩せるっていうのがすごく重要になりますね。これが太ってしまうとすっごいダサい字になるので注意が必要です。さあこれもね、実はこの3つの横線上に詰まっているんですよ。やっちゃいけないのがこういうふうに均等に書いてしまうと本当に真四角になってしまうので、少しちょっとこれ正しいですよ。少し上に詰めることで下を少し出すことによってかっこよくしていきたいんですよね。これちょっと下に突き出てないんだけど、あまり横線が下に下がらないようにしていきましょう。で、ね、あとね、これポイントなんですけど、こことここあたりに隙間があるでしょ。これもねかなり重要なんですよね。なんか無駄に横線と縦線をひっつけないで書くと大人っぽい印象になります。でね、願う全体でよくやってしまう良くない例なんですけど、左払い、こう長くしたくなるでしょ。これするとね、大体バランス崩れます。このラインは左払いよりも下に長くなると覚えておきましょう。左払いの方を下に長くしないように注意していきましょう。でね、これはもう願うという字だけではなく、下半身が大きくなると基本的には文字ってダサく見えてしまうんですよ。下側はね、小さく書くと覚えておきましょう。さあ今までのね、例を参考にしながら、おさらいしながらちょっと書いていきますね。拡大しますね。まずね、この横線は短めに書きます。この左払い、ここに書くとちょっと四角い感じ出ちゃうんで、この辺から書くんですよ。で、左払いを短めに、そして思い切り開いてあげます。火は内側に入れて真ん中の横線はちょっとね、サイドを開けて書きます。ちょっとね、下を突き出すようにして書くと綺麗です。小っていう字小さくするためにここの間に隙間を与えるんですね。結構離れています。小さくコンパクトに書いていきます。さあこの横線に対してこれ離れてますね。このね、画数が多い時って線と線無駄にひっつけないのが大人っぽく書くコツなんですね。でこの目みたいな字がものすごく痩せるとさらに大人っぽくなります。これをちょんちょんちょんと余白を与えてあげるとより大人っぽくなりますね。点々大きくなるとダサくなるので離してあげて小さく遠慮がちに書いてあげましょう。さあ続いて筆ペンで解説していきます。もう横線は細く覚えておきましょう。もう爪楊枝の先で書くようにつんざくようにしてね、本当に細い線で書きます。左払いはあんまり長くないようにするんでしたね。線と線の間に隙間を与えていきます。縦線はある程度太めでいいです。ただね、私が書く字ね、基本的にはちょっと細めですよね。太い線よりは細い線の方が大人が使いやすい文字になります。横線は細くしていきます。点画ね、小さく書きます。縦線はある程度太めで大丈夫です。横線細く、縦線は太め、横線は細く、点々は基本的には細く書いていきましょうね。さあ続いて大筆で書いていきます。大筆で書くとで分かると思うんですが、全体的にやっぱり横線は細めなんですよね。そして隙間があるのはなんとなく書いてるとこ見ると分かると思います。縦線は太くしてね、横線は細くします。できるだけ楷書体、通常の書体のことを楷書体というんですが、皆さんが普段使ってるね、書体、これはね、やっぱりできるだけ角っぽくすればするほどかっこよくなるんですよね。この曲がり角である点接の部分を、角っぽくしていきましょう。横線を細く、留めの部分もまん丸くならないように注意が必要です。点々はね、小さく書きましょう。縦線はある程度太めで大丈夫です。横線は細め、縦線は太く書いていきます。横線は細くしていきましょう。ちょっとね、隙間を与えると綺麗になりやすいですね。隙間を与えていきましょう。点々は小さめに書いていきましょうね。
さあ続いて行書です。行書は全体的に曲線的になって曲がり角が丸くなります、うん、横線の斜め上がりがバラバラになるので最初の方の横線は斜めに上がらないんだけど下の方に行けば行くほど斜めに上がりが強くなります。だからね上の方はあんまり上げないんですよね。で下の方に行けば行くほど斜め上がりが強くなればなるほど、まあ、バランスはね綺麗になりやすいです。覚えておきましょう。さあここまでが B 文字です。ここからはお遊びです。こっちに強い願いでこっちにほのかな願い表現しますね。これねちょっと初等の技術使っていきますね。まあ、強い技術っていうのは筆圧を強くし全体的にこう黒を増やすためにものすごくね余白を狭くして太めに書いていきます。バサバサ感を出すために少し圧力加えて筆の開きを使います。うん、願いが強くなりましたね。ちょっとその分小さくしてみました。でほのかな願いはさっきのね法則の細い感じと余白を開ける感じより極端にしてみますね。なんかこうこれほどは願いが強くない感じっていう なんか平和を願う感じになれたかな、はい、力強くもしなやかに書いて大人っぽくも柔らかい雰囲気を作っていきます。さあ今日はねゴールドとシルバーを使って品を良くしていきますね。あんまり今日は色をのせたくないですね。このぐらいにしとこうかな。でここにシルバーのラメを使います。でここにゴールドのラメですね、まあ、スプレーの上にラメを入れていきます。はい、こんな感じでここにゴールドのラメを入れていきましょう。でこれを自然にするためにちょっと叩いて丁寧にしていきます。そういかがですか。ちょっとキラキラして綺麗でしょう。今回は白と金と銀がねまあねうまい具合に品いい感じにしたかったんであんまり多く使いたくなかったんですよね。あと字はね結構雰囲気よくしていきました。わさびも以上です。ありがとうございました。そういかがだったでしょうか。願う、まあ、願うっていう感じはねかなり意味が面白かったですね。表現も面白かったです。あと字としてもちょっと面白くなりやすいっていうか画数がやっぱり多いんで遊びがいがありますね。いろんな書体があって面白かったとは思います。私の願いはチャンネル登録をしていただくことと、グッドボタンを押していただけると私としては嬉しいです。このチャンネルでは2000文字の常用漢字で全て解説するまで頑張ろうかなと思っていますのでぜひね、チャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。今回は以上となります。ありがとうございました。